はい、こんばんは。こんばんは。私はイージースピークのインストラクションをやっています。オーバルトーストマスターズの新井雅代と言います。よろしくお願いします。オーバルトーストマスターズ VP の島本と言います。よろしくお願いします。イージースピークの VP の方の、操作について説明していこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。サトシさん、今日の質問は何でしょう。先日、アイスブレイク、新入会員でアイスブレイカーをやった方がいらっしゃるんですけど、パスの設定を間違えてまして、本来、旧班なんですけども、新しい班といいますか、新しいバージョンで登録されてしまったんですね。なので、レベル1のプロジェクトと、イージースピークのプロジェクトが一致しないという現象になってますんで、なんとかならないでしょうか、という質問です。はい、ご質問ありがとうございます。この方でしょうかね。レベル1のそうです。はい。1つ、アイスブレーカーに印がついている方ですね。そうです。はい。ここで、これは今、パスウェイズチャートというのを見ていますけれども、パスウェイズチャートには、クラブメンバー全員のパスウェイズの進捗の状況がわかる表が出てきます。で、こちらの方は、エフェクティブコーチングの2021年10月版というパスを選ばれていますけど、これが間違っちゃったわけですね。そうですね。はい。2017番を選ぶべきだったところを、そちらを選ばれたとはいうこい。とです。はい。この2021年10月版っていうのは、この前出たばっかりの、ここの、あつさん、この i っていう印をね、クリックしてみてくれますか？はい。そうすると、イージースピークは、このパスにどういうプロジェクトが入ってるかっていうのを教えてくれます。で、これを見ると、新しいパスなので、レベル1が違います。古いバージョンとね。古いバージョンっていうのは、こういう2017年っていうのが古いバージョンですね。古いバージョンというか、皆さんおなじみの、もう5年間使っている、最初にパスウェイズが出た時の、そのままの状態のバージョンです。で、2021年10月版というのは、レベル1が変わってます。レベル1のアイスブレーカーはそのまま。で、エバリュエーション&フィードバック2つスピーチがあるものもそのままなんですが、旧版ではリサーチング&プレゼンティングですかなっていうのがレベル1に入ってましたけど、新しいパスでは、ライティングスピーチ with パーパスっていうのと、イントロダクションとボーカルバラエティ&ボディーラングエッジ。この2つのプロジェクトが加わりまして、で、リサーチング&プレゼンティングはレベル3に動いてます。これちょっと下の方にスクロールしていってみてください。そうすると、レベル3の一番下あたりかな。あ、これですね。リサーチ&プはレい、ゼンティング。そうですね。リサーチング&プレゼンティングっていうのは内容はほとんど変わらないですけどね。ちょっと違います。去年の10月に出たものは、アイスブレーカー、リサーチング、プレゼンティング、エバリュエーション、フィードバック、3つの、名前が変わってないプロジェクトは、ほとんど内容変わってないですけれども、少しだけ違ってます。もうちょっとユーザーフレンドリーな形に置き換わっていますけどね。内容はほとんど変わりません。ということで、この方が、旧版のマニュアルを実際にはベースキャンプの中で持ってらっしゃるので、新しい方のパスをイージスピークで選んでしまうと、一致しない部分がありますのでね、リサーチング&プレゼンティングをやりたいっていうのに、イージスピーク上ではレベル3のリサーチングプレゼンティングって出てきちゃうので、ちょっとおかしいことになってしまうので、これはなるべく早く直さないと、後から直すと大変なことになりますのでね、今、まだアイスブレーカー1つしかやってそうないでのす。はで、い。直せますので、直していきましょう。じゃあ、ここをね、×のところをクリックして。で、こちらの方、どこ行こうかな。ここに行ってみましょうか。アイスブレーカーをやった日のアジェンダのところに行ってみましょそうですか。う。はい、そうです。チェックマークをクリックすると、その下の方。あ、こちらですね。はい。それ、ホバーすると日付が出てきて、それが4月20日の
オーバルの例会のところに来ます。はい。それでね、これちょっと上にスクロールしてくださいね。はい。これはね、今日が4月30日なので、過去の例会のアジェンダです。ね。で、過去のアジェンダは、アツシさんは VP だからね、修正しようと思えばできるんですけど、VP と IT サポート以外の人はもう触れないんですよ。ちょっと皆さん、VP 以外の人どう見えるか見てみましょうか。メンバービューで見ると、こうですね。これがそうなんですね。そうするとね、はい、修正のためのボタンっていうのはどこにも現れないんですね。ちょっともう少し下の方にずっとスクロールしてみてください。はい。ね、だからスピーチの修正もできないし、あとこのミーティング全体の修正のボタン、リオープンというボタンも一般のメンバーには出てこないですから、修正ができなくて、これを修正できるのは VP と IT サポートだけです。じゃあまたオフィサービューに切り替えてください。あ、ここね、ここ、もう変更できませんっていうメッセージがね、さっき出てましたね。これで変更ができる状態になったので、このスピーチをね、パスを変えたいわけです。はい。ね。変えてみましょうか。ここですか？はい、はい、そうです。はい。はい。はい。それでね、ここパスを変えるっていうのが、新しいパスを追加することによる変更は実はできないんですよ。ちょっとやってみましょうか。エフェクティブコーチングの去年バージョンっていうのが今選ばれている状態ですけど、はい、こちらからね、このワークブックのセレクトワークブックから、エフェクティブコーチングの2017年版っていうのを追加しようとするとどうなりますか？多分一番下にあるんじゃないかな。エフェクティブコーチ。うん。一番下まで行ってください。ここですか？はい。そうすると、ここに、ああ、エフェクティブコーチがありますね。オールドバージョン。あ、そうそうそう。はい、あ、そうですね。これですね。はい。これをクリック。はい。それをクリックしてみましょう。そうすると、エラーが出ます。これはね、はい、さっきドイツ語とか、中国語とかの同じ内容のパスがあったので、それは取れるかもしれませんけどね。英語版は、同じ名前のパスの異なる発行年のパスを2つとも履修中っていう状態にすることはできないんですよ。なるほど。で、どうするかっていうと、一旦パスを空っぽにします。はい、だからね、もう一度。ちょっと待ってね。はい。あ、これ違うよ。これ間違えた。間違えた。隣の人ですね。こちらです。うん。このね、after 30っていうのをちょっとコピーしておいてください。バッファーでいいからコピーしておいてください。はい。それで、このスピーチを消します。で、これ幸い、それ以外のね、スピーチイントロダクション何も書いてないから、コピーしとかなくてもいい、はい、いいので、タイトルだけコピー。で、ここ別に消さなくてもいいんですけどね。はい、とにかく、また、全く同じ状態に戻さなきゃなんないので、はい、情報を対比しておきます。で、そうすると、はい。そうすると、このエラーメッセージがすぐ消えちゃうんですよね。そうですね。それは困ります。Your speech cannot be deleted. It has already been scheduled by your VPE. Decline the role and try again. ああ、なるほど。ということで、一度このロールを外します。ベンジャミンさんをファーストスピーカーから外してみてください。バスで。はい。はい。そうすると、この日はファーストスピーカーが今いなくなった状態ですね。で、ちょっとこのままにしといていただいて、それで、ユーザーリストか、またはパスウェイズチャートから、ベンジャミンの、スピーチのリストに行きましょう。はい。はい。スピーチのリストはね、この印がそうなんですけど、この、ちょっとちっちゃくてよくわかりませんけど、コミュニケーション、なんだっけ？プログレス。はい。プログレスですね。そこに行きます。はい。はい、そしたらね、そこで、
これですね。このスピーチ、今、4月20日のミーティングから、ロールを外されたので、ここで削除ができます。それで、ここは、ここでデリートできるのかな？ここでデリート。ここでもいいし、はい、あ、ちょっと待ってね。ちょっとこのダイアログをこの辺をつまんで、ちょっと左の方にずらしてください。はい。このリクエストは、今開けたダイアログの中でもデリートできますし、ここにもデリートのボタンがあります。ね。だからどっちからでもデリートができます。どっちからでもいいです。はい、やってみてください。はい、じゃあこちらから。はい。Your speech has been deleted. はい。で、消えましたね。はい。はい。そしたらね、どこから、入れてもいいんですけど、どうしようかな。4月20日の方で、スピーチをアサインしましょう。4月20日のミーティングは、ラストミーティングですかね。ミーティングメニューの中のラストミーティングのところにから行けますね。はい。こちらから行きます。はい。そしたらね、この場合はね、ここから入れるのではなくて、ここには入ってないんですよ。このプルダウンの中には出てこないんですよ。はい、さっき消しちゃったからね。あ、そうですね。ね。で、ここから入れます。はい。はい。で、そこでベンジャミンを選びます。はい。はい。それでね、今ね、パスのね、置き換えっていうのをやるんですけども、パスの置き換えはね、3通りぐらいやり方があるんですけど、ここからやるときはね、ワークブックの中で、まずそこをクリックすると、今使ってるパスが、まずここに出てきます。はい。で、ここにね、この消せる印が出てくるのは、空っぽの時なんですよ。空っぽの時に消せる印が出てくるので、さっき、この中のアイスブレーカーのスピーチリクエストを消したっていうのはそういう意味なんですね。で、ちょっとこのままでちょっと一回閉じてください。他の2箇所もご覧に入れておきますね。閉じてください。はい。ここを閉じてください。はい、ちょっとここ少し上に行って、クラブチャートのね、パスエズのチャートをクリックしてください。パスエズチャート出してください。はい。そうするとね、ここに空っぽのパスがあります。一つね、今空っぽに はいはい、なったパスがあります、はい。で、この中にも多分、デリートのボタンが入ってると思います。はい。あ、デリート。ね、これボタンじゃないんだけどね、リンクなんだけどね、ここにあります。ちょっと、はい、クリックしないでね。で、もう一箇所はね、ここ一回閉じていただいて、ここですね。この個人個人のメンバーの、コミュニケーションプログレスのページ。はい。ここにもね、パスのデリートっていうのがあります。これ、ここにはついてるでしょ？ここですね。ここですね。で、ちょっと下の方に行ってみてくれますか？はい。ここにはついてないんですよ。ここはね、はいはい、空っぽじゃないから。これはデリートできないんですね。っていうふうに3箇所ぐらい、空っぽのパスであれば消せます。で、ここでね、これ大変厄介な場合もあるんですけども、今、アツシさんはね、ベンジャミンがオーバルで行ったスピーチのパスが間違ってて、パスを置き換えようとしてるんですけども、もしもね、これがね、同じ、本当は2017版だったんだけど、2022年版を使っちゃって、スピーチが、複数もうすでに行われてたとします。で、はい、それがね、全部オーバルでやったのであれば、何回か繰り返せばいいので、一つ一つ消すときに全部覚えておいて、もう一回新しいパスを入れたときにそれを戻せばいいんですけども、これが複数のクラブでいくつかのスピーチをやった場合は、ちょっともう修復が不可能になってしまうんですよ。あ、これはね、だから、去年の10月にね、新しいレベル1が変わったパスが新しくリリースされて、英語版だけなんですけどね、今のところね。で、それをすぐに追随して、EasySpeak が
その11のパスのすべてが2021年版が発行されたのに追随して、イージースピークね、どっちでも選べるようにすぐに変えてきたんです。だそこはね、すごくいいとこなんですけどもね、そうじゃないと、レベル1の、ライティング、スピーチ、パーパスとか、ボーカルバラエティとボディーラングイッジがこう合体した新しいプロジェクトとかね、選べないですからね。でそこは良かったんですけど、これでちょっと、2021年の10月26日ぐらいまでなんですけど、それまでに入手してたパスを新しく、ずっと温存しといてね、使ってみようって、使ってみることになった人たち、まあ、ベンジャミンそうなんですけどね、ベンジャミンは前に入手してたものを、今年の4月になって初めて使おうとしてたわけですよね。そういう人がね、ちょっと選び間違いをしちゃったりすることが多くなってしまいましたので、ここね、ちょっと厄介なんですね。ちょっと間違って始めちゃって、いくつかのスピーチをもう終わってしまった段階だと、かなり大変です、修正が。それどうしたらいいの？で、もうちょっと手に負えないので、もしかしたら、この開発チームに頼むことになるのかもしれないですね。わかりません。まあ、今回はね、たまたまなんですけど、見つかってね、よかったですね。あてさんが見つけたんじゃなくて、はい、私が見つけたんだっけ？これは、どっちでしたっけ？私もそれベンジャミンにどうなのって聞きましたけど、ね。あ、そうなんですか。はい、はい、はいはい。はい。じゃあ、どの方法でもいいので、じゃあ、ここ出てるから、ここで消しましょうか。ね。はい。はい。デリートしました。はい。そうしましたら、また4月20日の例会に行って、正しいパスを選んで、アフターサーティースピーチをここに入れておきましょう。はい。じゃあ、これでいいですかね。はい、そうですね。じゃあ、ここで。はい。ベンジャミンは、プレゼンテーションマスタリー、一つだけしか今パスがない状態ですね。このね、一つのパスに入っている、この、いくつだろうな、30個ぐらいのかな ?3、40個ぐらいあるものの、はい、下にもう一つパスがある場合は出てきたりします。またはその上に、具体的にどっかっていうとね、ちょっと、これ一番下ですか？そうですね。一番下です。ここにもう一つパスがあるときは、ここに出てきたり、または、このプレゼンテーションマスタリーの、ワンセットの一つ上とかに出てきたりするんですけども、ベンジャミンの場合はパスは1個しかないので、上下にはないんですね。これが最初に出てくるやつ。はい。プレゼンテーションマスタリーだけしかない、うん、ない状態っていうのを確認して、それで、実際にはエフェクティブコーチングの2017年版なので、ここでそれを、ね、はい、選びます。はい。これね、選ぶの結構気をつけてやらないと、ここに何年版か出てこないから、ここで正しいかどうかを確認するには、ここにね、レベル1にプロジェクトっていうかスピーチが5つなのか4つなのかっていうのを知ってないと、正しいかどうか確認できないんですよ。ちょっとこれ厄介ですね。ね。まあこれは古い方のものです、はい。古い方はレベル1にはスピーチが4つ入ってますからね。はい。はい、で、ここにまたタイトルを戻して、アフターサーティですね。アフターサーティ。うん。はい。それでセーブして。はい。はい。それでアクセプトになってるんだっけ、はい、アクセプトになるのか。これでね。そうですね。これで無事に。過去だからかな、はい。これ未来のミーティングの場合は、ここに、デクラインですか、アクセプトですかって印がつくんですけど、これ過去のミーティングだから、ここにスピーチを入れた時点でもうアクセプト状態になるのかもしれないですね。あんまりこういうの ね、たまにしか修正しないから、ちょっと、わかんないけどね、はい。はい。これでクローズすれば終わりです。はい。はい。
はい、出来上がりです。はい。じゃあ、ちょっと、パスウェイズチャートを確認していいですか。はい。確認してください。いいんじゃ。お、なりました、ね。はい。治りました。はい、治りました、はい。ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。じゃあ、このお話はここまでにしましょうか。録画をストップしないで、アチさんに感想を聞いてみようかな。いや、こういうケースは結構あると思うんです、ね。ありますよね。いや、それで過去にもうスピーチが複数入ってたらすごい大変だってことは分かりました。大変です。私、ここ4月でね、3件ぐらいこれ見つけちゃって、それでもう慌てて直してもらったりしてるんだけど、私の目が届く範囲って3つぐらいしかクラブないので、世界中でこれ起きてるんじゃないかなと思いますよね。結構あると思いますね。はい、大変ですよね。そう直せるんだったらいいんだけどね、直せない場合があるから。別のクラブでやっぱり同じようなことがあって、うん、新入会員が結構3人ぐらいまとめて入ったんですけど、うん、やっぱパスを自分で、イージースピークの使い方を教えて自分で入れてもらったんですけど、やっぱパスを選ぶとこで間違えちゃうんですね。うん。ね、困ります。パスってこう、概念がないので、うん、プレゼンテーションマスタリーを本当は選んでるのに全然関係ないパスを選んでアイスブレイクを選択してたりとかですね。そういうことが、ちょっとありました、うん、今回。はい。スピーチリクエストの段階であれば、VP がね、気がついて、それで、スピーチリクエストの作るときに、パスの選び方が間違ってるよって言ってね、で消すのも簡単だし、大丈夫なんですよ。そこで気がついてあげられない場合でも、1個か2個同じクラブの中だけでやったスピーチだったら何とか修正できるんですけども、そのまま誰も気づかずに進んじゃうとね、大変なことになります。他のクラブのアジェンダはアクセスできないですし、うん、そこでやったスピーチの結果にもアクセスできないですね。そう、そう。そうなんですよ。なるほど。そりゃそうですね。で、割と、なんていうかな、オーバルもそうなんですけど、複数のクラブに入ってて、複数のクラブの VP がもう、ミーティングをクローズしちゃうってことは、それをもうね、承認したってことなんですよ。うん、そのパスで、そのプロジェクトで、そのタイトルで、で、そのエバリュエーターで、っていう一連のそのスピーチにまつわる全ての情報を、そのクラブの VP が承認したってことなので、それを覆すには、その人にね、開けてやり直してもらわなきゃなんないんですけども、そのやり直してもらうにしても、一つのパスに入っている複数のクラブでやったスピーチを、一つ一つ全部消して、消すっていうのをまずやってもらって、その後またそれを戻すっていうのをまた頼まなきゃなんないので、そうですね。難易度は高いですね。大変なことになってしまうんですよ。ね、だから、多分間違ったらもう、大体進んじゃったらね、もう諦めちゃうかもしれないですね。これは。あれ違うのはレベル1のとこだけですかね。あ、違うか、3にも波及してるんですよね。ね、だからね、新版と旧版、どうやってね、それを、パスを正しく置き換えずに、そのままどうやって何とかするかっていうと、例えばリサーチング&プレゼンティングのプロジェクトは、古いパスだと必須なので、新しいパスだとレベル3に入っちゃってるんですけども、そのレベル3に入っちゃってるやつを、レベル1の必須のプロジェクトとしてやんなきゃいけないんですよ。だから、そこだけなんとかすればいいんですけども、あとはだから、プロジェクトとして足りないのはないんですけども、このパスウェイズチャート上ではね、ここは、エバリュエーション&フィードバック、違う。ここに結局5つドットが出てきちゃうわけですね、レベル。深夜さんのこれですね。そうそうそう。1、2、3、4、5、6つありますね。うん。彼は2回なんかやったんですよ。新しい方のパスだと、ここに5つのドットが出てきちゃうので、実際は古い方のパスで4つのスピーチが終わってるんだけども、この5つの
うちの3つは埋まるんです。ここのうちの3つ、アイスブレーカーとエバリエーションフィードバックの2つの3つはチェックが入るんですけど、もう1つはレベル3のここに動いちゃってるので、こっち側に入っちゃうんですね。そうですね。それで、いつまで経っても、ここに、青いドットは、そのまま、なんか終わってないみたいな状態で残っちゃいますけどね。まあでも、それで、我慢すれば、なんとかやりきれるかもしれないけど、かっこ悪くなっちゃいますね。まあそうですね。イージースピーク上ではですね。うん、そういうこと。これ何なんだって、後から見たときにね、そうなっちゃいますんでね。なるべく避けたいところなんですけど、まあ、直してもらうとすればね、そうだな、新しいパス、または古いパスを選んだときに、本当にそうですか、このパスはレベル1にこれとこれとこれが入ってるんだけど、ベースキャンプと一致してますかとかって、なんか出してもらうとかね、そう、それやっても多分間違う場合は間違うんでしょうけどね。そうですね。うん、っていうことです。なかなか難しい課題だと思います。そうですね。ね。